どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。3分ガズレレリズムトレーニングプログラム始めていきましょう。今回のリズムはボサノバビートです。リズムは100で3分間いってみます。いきます。 C 押さえてください。 1,2,3,4 溜めてトンポラツタポラツタポラ G7ふんわり溜める C7 次は F いきましょうか。 Fm ちょっと難しいよ。 CD7 Dm G7 C いきましょう。リズムに溜めてですね、ぴったり合わせるっていうよりちょっと後ろ側ですよ、いつも言ってますけどね。次ちょっとシンコペーションっぽいノリにしましょう。 C です。はい、ちょっと前に食い込む感じ、シンコペーションっぽい感じ。ちょっとコード速くしましょう。 C です。次 Am F G7 Em7 Am Dm G7 次はシンコペーションで C で Am。 ここで次 Am ドーンと F から G7G7 でシンコペーションつったん Em7 から Am。 はい、ここでいいですね。 F から G7 じゃあ C で、はい、ダッツッ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 。この安定感がやっぱりね大事です。速くなんないようにためながらリズムにぴったり合わせるっていうよりちょっと後ろにいた方がいいですからね。いつもいつもことですけど、じゃあ F から G7 G7 じゃあ C で終わりましょう。イエーイ。はい、せーの。これなかなかね、ボサノバビート、このボディを叩くところのタイミングがずれるとですね、ちょっとねズコってなっちゃうんでね、これ溜めてしっかりリズムキープ、これがキーポイントになると思います。はい、ガズレレ3分間リズムトレーニングプログラム、これめちゃくちゃ有効ですよ。概要欄にご案内とか、他にも様々なリズムで取り上げてますからね。毎日3分どれか1個やるだけでリズムがゴンゴン伸びるというね、素晴らしいシステムになっております。1日3分やってください。それが、積み重なってすごいことになります。はい、そんなわけで今回のレッスンはこれにて終了。ごきげんよう。また会いましょう。さよなら。